は、こんばんは、はるけです。今回は SBC を簡単に解く方法を紹介していきたいと思います。まあ、特に初心者の方がぶち当たる壁の一つがこの SBC かなと思いますね。チーム編成チャレンジというものになります。まあ、FC25 でもですかね。ホーム画面 UT 入るとまずこの欄があると思いますんで、まあ場所はね、分かると思うんですけれども、いざねこうやろうっていう風になると、もうこれ何をしてんのみたいな、こうなんどうなってんのみたいな感じになる方は結構多くおられるかもしれないんで、そういう方のためにですね、今回ね役に立つ動画になれば嬉しいなと思ってます。でまあ簡単に SBC の概要としてはですね、選手をこう生贄にしまして、パックとかあとは強化された選手とかっていうのを手に入れる、これがまあ SBC チーム編成チャレンジっていうものになりますね。でその中でやっぱりね、開幕は特に難しい SBC があります。毎作ねあるものになるんですけれども、ハイブリッドリーグとか、またはハイブリッドネーションズ国のやつとか、あとはそのリーグと国を合わせたハイブリッドの SBC とか、このね3つがまあ難しいんですよ。でも解けると結構開幕にしてはいいパックがもらえますので、その中でちょっとねサイトをね紹介したいなと思います。こちらになりますね。 EZSBC という、まあ、方が作っておられるサイトになりますね。このサイトはですね、今アクティブなですね SBC が、まあ、全てね、あるということになってます。でその中で、まあ、さっきね紹介をしましたリーグと国のハイブリッドとか、ハイブリッドネーションズとか、ハイブリッドリーグとか、この3つね、あると思うんですけれども、まあ、特にリーグと国のハイブリッドを見ていきたいと思うんですけど、このパズルマスターとか結構難しいんですよ、要求が。もうほんまに何が間違ってんのかわからへんみたいな感じで頭ややこしくなるんで、このサイトはですね、あの回答例を出してくれます。 SBC の回答例をね、出してくれますので、これはねめちゃくちゃありがたい、そういう風なサイトになりますね。まあ、15秒ぐらい待ってくださいよっていう風に書かれてるんですけれども、こう選手がずらっとね、出てきまして、この選手たちを買えばこのパズルマスターはクリアできますよっていう風なものになります。だから簡単にこれで SBC がね、解けるんじゃないかなと思いますね。このねパズルマスターがね難しいかどうかっていうのは本当に一回やってみればわかります。もう何してんのかほんまわからへんみたいな感じになってくるんで、そのためのこの EaseSBC、ぜひね活用してもらえたらと思います。で特にやっぱ開幕でこういう SBC をね解く人ってね多くいると思いますんで、その中でやっぱ高い選手もねいると思います。この中でちょっと高い選手、この人ちょっとあんま買えへんなとか、思ったりする方はこのねソールブアゲインっていう右下にあるんですけど、これで別の回答例も出してくれます。まあ、この待ち時間とかはねもうほんと皆さんそれぞれ、もうなんかもう何でもしてください、何でもしてください。待てば、ちょっと待てばええから、ちょっと待てばええから、これで別のね回答例用意してくれてますよっていう風なことで、ほらもう来た。多分さっき、まあでも若干被ってる選手もいます。さっきバウマンとかいたかな。と思いますけど、まあほぼほぼ違ってくるかなと思いますんで、ちょっとこの人高いかなって思う人がいた場合は、まあ、また別の回答例をね、探しながらやってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、かなり楽ちんだと思いますし、まあ、これパズルマスターね一例にしたんですけど、まあ、なんでもいけますよ。なんでも、まあ、この、SBC のこの素さとか、こんなんでもいけますよ。こんなんでも全然いける。こんなとか楽かな。84のレートってそんなに、ハイブリッドなんとかよりかは要求は全然楽ちんだと思うんですけど、そういう風な SBC でももうこの選手たち買えばまあいけますよっていう風なことをやってくれますんで、まあどんな SBC でも対応が、できますし、まあ開幕ハイブリッドなんとかとかを解く上でもありがたいし、まあ今後結構自分が行き詰まった SBC が来た時にちょっと EasySBC 開いてみて
やってみるっていうのも全然いいんじゃないかなというふうに思います。まあ本当に誰でも簡単にね、ここに表示されてる選手を買えばいいだけなんで、始めたてでね、SBC とか何もわからへんっていう方でも結構できると思いますので、ぜひね、やってみてほしいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。